ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、ついに買っちゃったよ。こち亀全巻。大人買いってやつか。やるじゃないか。まあね。ちゃんと3冊ずつ。3冊ずつ？なんで3冊ずつなんだ？決まってるじゃない。読む用、保存用、鑑賞用よ。相変わらずぶっ飛んでるな。そんなに漫画が好きなんだったら、日本で最古の漫画って知ってるか？え、こち亀じゃないの？こち亀をなんだと思ってるんだよ。じゃあ日本の最古の漫画って一体何なのよ。ということで、今回のテーマは鳥獣戯画についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。え、鳥獣戯画って日本最古の漫画なの？そうだぞ。まあ聞いてくれよ。正式名称は鳥獣人物戯画という絵巻物なんだけど、おそらくカエルとウサギが戯れている絵画の印象を持っている人が多いと思う。確かにカエルとウサギが頭に浮かんでくるかも。そんな鳥獣戯画のユーモア溢れるその姿からは親しみが感じられて、時代を超えて多くの人たちから愛されてきたわけだ。教科書とかで一度は見たことがあるはずよね。それはそうと、鳥獣戯画ってどこにあるの？鳥獣戯画は京都の高山寺に伝わっていて、高山寺にはその他にも数多くの絵画や書物が保存されているんだ。その数は1万2000点にも及んで、国宝や重要文化財に指定されたものも多く、保存されている境内自体も世界遺産に指定されているぜ。保存されてるものもレアで、その保存している建物もレアとかレアレアだね。なんだレアレアって。それで、高山寺に保存されている作品の中で最も有名なのが鳥獣戯画で、制作されたのは平安時代末期から鎌倉時代とされているけど、高山寺に伝来した経緯などは分かっていないんだ。そして有名にしてレアな存在のこの絵巻なんだけど、実はいつ、誰が何の目的を持って描いたのか、あるいは描かせたのかということも分かっていない。なんか謎だらけなんだね、鳥獣戯画。うん。確証はないんだけど、鳥獣戯画の作者は滑稽風刺を目的とした戯画を得意とした、平安後期の高僧である鳥羽僧城郭遊、と伝えられてきたぜ。描かれている動物のタッチや、使用されている紙に違いがあることから、複数の絵師の手によるものとも推定されていたりするんだ。なるほどね。それはあり得るかも。また、僧が描いた戯画が寺院に多く伝わることから、画技に優れた僧侶が余儀として戯画を描く伝統があったのではないかとも言われているぞ。ところでさ、鳥獣戯画って実際どんな内容なの？私、カエルとウサギが立ってるワンシーンしか知らないんだよね。鳥獣戯画はな、こう、おつ、へい、てと4巻になっていて、4つのストーリーに分かれてるんだ。あ、思ってたより壮大っぽい。こうは擬人化された動物たちが繰り広げる交流が、おつでは実際に実在する動物や空想上の動物が生態図鑑的に描かれているぜ。塀では再び擬人化された動物たち、さらに人間も加わって、それぞれ娯楽に興じている様子を比べることができるんだ。最後の塀には動物は登場せず、様々な人間の勝負ごとを中心に生き生きとした姿が描かれているという感じだな。そんなことになってたなんて、てっきり一枚絵だと思ってた私はかなり驚いてるよ。そんなに驚くことか？まあいいや。そして実は日本が誇るべき文化である漫画の始祖こそが、鳥獣戯画とも言われているんだ。だから鳥獣戯画は、平安時代末期から鎌倉時代に制作されたということを踏まえると、日本で最も古い漫画ということになるぜ。漫画のルーツってここにあったのね。ところでさ、なんでカエルとウサギなのかしら？まず、擬人化させる動物にカエルとウサギが選ばれたのには理由があって、ここでコウのほとんどを占めているカエルとウサギに注目してみよう。うんうん。平安時代、カエルは重大な出来事の前触れとなる存在として、ウサギは不思議な力で悪者を懲らしめる役割を持っているとされていたんだ。だからこうではカエルとウサギ、猿も交えた動物が愉快に戯れているシーンが多く見られる。この不思議な能力を持った動物たちが遊んでいるって、根拠はないけど、なんとなくめでたいわね。まさにそうで、不思議な能力を持った動物が遊んでいるのは、めでたいことを意味しているのではないかと言われているんだ。まさかのピタリ賞。これはめでたい。やかましいわ。あと鳥獣戯画の中で猿は権威の象徴とされていて、カエルとウサギは庶民を表しているみたいだぞ。色彩や文字を使わないで、見た人の心をつかむ不思議な魅力を持った鳥獣戯画は、日本の漫画文化を含めてエンターテインメントの先駆けなのかもしれないな。それは言えてるわね。ところでさ、鳥獣戯画ってどういうストーリーになってるのよ？じゃあ、ざっくり話していくとするか。まず鳥獣戯画の項は23詩あって、大きく5つほどの場面に分けることができるんだ。それで項の中でも特に有名なのが、カエルとウサギの相撲の場面だな。この場面ではカエルがウサギを投げ飛ばし、周囲のカエルはゲラゲラと笑っているかのように見えるぜ。項はカエルとウサギの相撲の話。と、それでウサギを投げたカエルの口からは木のような、声のようなものを発していて、隣ではカエルがウサギの耳にかぶりついている。
というのも、この時代は住まいの節と呼ばれる、住まい人が相撲をしているのを天皇が観戦する宮中の年間行事が行われていたそうだ。それを動物で愉快に表現したのかな？かもな。続いてのオツは、簡単に言うと動物たちの生態図鑑ってところだろうな。突然の図鑑？オツではコウとは違って擬人化されていない動物が多数書かれていて、その数は10種類以上にも及ぶぜ。前半では馬、牛、犬、鳥、ワシなどの実際に存在する動物を中心に、後半からは玄武、麒麟、獅子、青龍などの空想上の動物が中心に登場するんだ。いいじゃない、遊び心満載で。私は好きよ。この巻では、植物や動物が中心になっていることから、物語というよりも絵師たちが手本とする生態図鑑としての役割が強く出ているような気がするな。実際、書かれている植物や動物は他の巻よりも筆のタッチが異なっていて、オツだけ技術が卓越しているのも面白いところだぞ。これは確かに、一人の人物が書いたものではないっていう証拠になるわね。だな。それから塀では繊細で細かな筆使いが特徴的となっていて、人間と動物の楽しい遊びが書かれているぜ。ようやく人間が登場したわね。うん。だけど人間が登場するのは塀の前半部分だけ。その前半部分では、囲碁や耳引きなどの勝負事をして楽しむ人間の姿が書かれているぞ。なるほどね。後半は？それに対して後半では、甲みたいに擬人化された猿とカエルが中心に登場して、出汁に見立てた荷車や、僧が宝力を競い合ったりして遊ぶ様子が描かれているぜ。あと甲ではウサギが登場してたけど、塀ではあまり出てこないぞ。ウサギさん、突然の降板に涙が止まらないわね。そんなわけあるか。まあどっちも娯楽を題材にした作品となっていて、人間と動物を重ね合わせたり、違いを比べたり、様々な方向から観察することができるぜ。そして最後の帝では、僧侶や貴族など男女問わず様々な人間が登場だ。人間がメインってこと？うん。鳥獣戯画の中で唯一、動物が登場しない巻で、生き生きとして太い線が特徴的で生命力が強く感じられるものとなっているぞ。塀と同じ感じで勝負事が多く、玉芸ややぶさめなどの遊楽を楽しむ様子を躍動感が溢れる筆使いによって表現されているんだ。最後まで動物メインで行くのかと思いきや、そうじゃないのね。まさかの急な路線変更ってことは、テコ入れってこと？読者アンケートの順位とか気にしないから。そもそも週刊誌じゃないし、それで相撲をしているシーンなんかは、甲に登場したカエルとウサギが相撲をしているシーンと重なるところがあるぞ。そんな感じで、他の巻の動物と人間を比べた見方も楽しめるのが帝の醍醐味だな。なんか簡単そうだし、私も鳥獣戯画とか書いてみようかな。そんな簡単に書けるわけないだろ。そして唯一判明している事実として言えるのは、甲とオツが平安時代の後期、平と帝が鎌倉時代にそれぞれ制作されたということくらいで、他は謎のまま。でも逆に言ったら、何もわかってないからこそ、この楽しさあふれる絵巻はいつの時代も人々の目に新鮮なものとして映るんだと思うんだよな。それは言えてるわね。ミステリアスさっていうのは、時には人を楽しませるものなのよ。それから鳥獣戯画はそれぞれ全長9から12メートル弱の長さで、4巻合わせると44メートルにもなる大作となっているんだ。だけど以前から、絵に連続性がない怪しい部分があることを指摘されていた。不自然なシーンが隣り合わせになってたとかってこと？うん。だけど甲に順序が入れ替わった箇所があることが、博物館の図録や修理報告書で明らかにされたぞ。一体どういうことだったの？23枚の和紙が繋げられた甲を2009年の修復の際に、光で透かして紙の特徴を観察する調査を開始。それで23枚目と11枚目を見ると、製紙工程でハケを使って和紙を撫でた際につく筋の跡が繋がっていることが分かったんだ。それってさ、誰かしらが順番を入れ替えたってこと？つまり11枚目と23枚目は当初1枚だったけど、切断されて絵の順番が入れ替えられたということだったわけだな。どうやら江戸時代の初めに本格的な修復が行われた際、絵の順番の入れ替えや切断などが行われたみたいだぞ。何のためにそんなことをしたんだろ。気になるわね。あと鳥獣戯画って、実は現代のアニメや漫画と通ずるものがあるんだぜ。いやいや、全然画風違うし。墨のアニメなんて見たことないよ。鳥獣戯画は絵巻物だから、鑑賞者は右から左に巻物を巻いて鑑賞していくんだけど、絵巻物には各シーンが厳密に区分けされていない。また、絵巻物の特徴の一つに右から左に物語が進んでいくという点が挙げられ、時間の経過も右から左に流れていくことになる。つまり鑑賞する人は、各場面を自分のペースで進めていくことができるってわけだ。確かに、漫画と一緒だわ。また、鳥獣戯画も現代の漫画も同じ登場人物の異なる時間の流れを、同じ空間に描くことで時系列を表現しているよな。うんうん。
同じ登場人物や風景画が何ページにもわたって登場し、ストーリーが展開されている部分も似ていないか？おお。さらに鳥獣戯画は他の絵巻物とは違って、動物や人間を風刺も交えながらコミカルに描かれている。そういうところも、現代の漫画やアニメの作風と類似性があると言えるだろ。よくよく考えたらもう漫画だね。漫画喫茶にあっても違和感ないよ。それはあるわ。違和感しかないわ。その他にも、鳥獣戯画では漫画やアニメで使うテクニックが多く見られるんだ。漫画を描くときの手法で、効果線を用いて動物の動きを表現することが多くあるんだけど、鳥獣戯画のなぎなたが回っている様子を線で描いた表現なんかは、この技法だな。あと漫画で登場人物のセリフを表現するときに使う吹き出しも、鳥獣戯画ではカエルが音を出している様子が線で描かれていたりするぜ。じゃあもし鳥獣戯画が存在しなかったら、漫画って現代になかったのかな？もしかすると、そうかもしれないな。これらのことから、鳥獣戯画で用いられている表現技法が、800年以上経った現代の漫画にも受け継がれている。と言っても過言ではないのかもしれないぞ。鳥獣戯画、確かに最古の漫画だった。これで鳥獣戯画についての解説は終わりだぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。またゆっくりしに